鎌ヶ崎、よってき祭りは、かつて毎年5月と10月に、大阪市西成区萩野茶屋の萩野茶,茶屋南公園で行われていたイベント。原則的に春と秋に開催。5月は、子供の日を挟んだ3日間、10月は、体育の日を挟んだの、各3日間のスケジュールで開催されていた。入場無料。雨天の場合は中止となっていた。プロアマチュアの別ないミュージシャン。 芸人たちのライブステージ、腕相撲大会、喉自慢大会、大喜利、観戦無料のプロレス大会などで構成されていた。二十数年前から行われていた、若者歌祭りがその前身で2001年5月より、鎌ヶ崎寄って祭りとなった。始まりには、諸説があり、故郷に帰れない労働者たちに喜んではって、もらいたいという労働者たちの趣旨と、 自分たちの表現の場を作って面白いことをしようという若いミュージシャンたちの考えた部分が一致して自然発生的に有志が集いみんなのカンパ等で運営されていた祭りである。以来、京阪神を軸に全国から有志のミュージシャンたちが集まり有名無名にかかわらずみんなノーギャラ、カンパで参加していた。2011年5月、10月に 中日のイベントとして、鎌ヶ崎プロレスが催され、2012年の4月29日に、第3回と銘打たれたプロレスのみのイベントが開催された。2011年秋の第20回開催を最後に、同祭は事実上終了した。なお、翌年より、毎年10月3連休の土日曜日に、よって木祭りの全国から数多く集まった有士たちで、鎌ヶ崎ソニックが開催されている。 鎌ヶ崎で面白いことをするから、出演者もスタッフも労働者も一緒に楽しもうという程度のものです。ただ、そこから発生する鎌ヶ崎と鎌ヶ崎をあまり知らない人とのコミュニケーション、偏ったイメージで見られがちな鎌ヶ崎の明るく親しみやすい部分を体感してもらう場にできるように願っています。ボランティア、疑問ではありません。ソロ、他、バンド、他、演芸、 ほか、ありがとうございます。